昼ご飯、ご飯よいしょ、こんにちは。よし、いけた。お、こんにちは。昼公演ありがとうございました。お腹が減ったからご飯を食べます。いただきます。はあ、おにぎり、ほんまに玄米にしてる私。ねえ、ほんまですか。玄米の方が好きやし、うん、玄米にしてる。昼公演のアーカイブぜひ見てください。いただきます。たくさんのコクがする。これは見てたからです。昼公演もう衣装になったよ。あんまの足服着たくないねん、汗だくの時で。最近は家から持ってきますね。なんか病院の先生に、うん、こんにちは、お弁当食べ過ぎてダメって言われました。だから最近は持ってきてます。横はアンジュです。努力頑張ってアンジュです。いやでもゆいなさんもですよね、久々のポジション。でも久々とシンポジはやっぱ違うくらい。あ、でも結構ゆいなさんのポジションのところと新芽が多くて安心しました。うん、嬉しい、出して、うん、いいこと言うわ。いいこと言う、うん、こんにちは、うん、いやありがとうございます。今日も雑音するでって、なんでやろう。なんか最近ショールーム私の雑音するらしい。ねえ、呪われてるかも。やめてください。呪われてる私のショールーム。いやでは、なんでやろ。昼公演楽しかった、よかった。もうヘトヘト。定点で見てたんですか。やばい。わあやば。いや、もう本当に。やばいな、定点。ちょっと一個だけカレンさんにちょっと迷惑をかけてしまった。あ、そうなん。大丈夫、いつも今日迷惑かけたから。本当ですか。うん。なんだ。ありがとうございます。あ、上か。さっきの配信伏せてるの分かるわ。なんでやろう、全然分からへん。うん、そう、昨日ね、うん、帰ろうとしたんです、うん、そのマイティとワカニャとご飯行こうって言って、うん、帰ろうとしたらマネージャーさんから電話かかってきて。悪夢よな。絶対 LINE やのにさ、いつも。いや、本当に。電話かかってくるほど怖いものはないよな。これなんかあるなと思って、うん、出たら、うん、ちょっと明日お願いできます。やばい。ってなって、もう帰りました。そうよな。わかるわ。もうとりあえず、ご飯食べて、うん、あの、バカニャとマイティと、うん、そのまま帰って、家で想像してから今日来ました。そうやな。大丈夫。うん、でも早なるよな、覚えてたらな。うんうんうん、テクお手製のおにぎりです。うん、そう、夜もそのポジションで、なんか夜の方が間違いそう、怖いよな。うん、初日の方が絶対神経張ってるから。こんにちは。けー、何ぼじめやろ。6ぐらいじゃん。6か、6ですね。うちが4で5やったから。うん、あ、じゃあ6です。1個イメージあった感じの方が、うん、6やわ絶対。6らしいです。すごい。お疲れ、ありがとうございます。ほんまにやらい。でもやばかったです、終わった時に、うん、あのレイコさんとユイナさんが最後で、うん、もうやばいってなりましたもん。なんだ、これは泣くと思って止めれなかった。いやいやいや、大事、こうやって守ってくれる人がいるから。いや本当にこうやってね、いやポジションを守ってくれる人がいるからさ、うん、でこれでアンジュができひんかったらさ9人になってたわけですから、そうやって守っている人がこうやって後輩にいることは頼もしいです。やっぱりすごい支えてくださる先輩がいらっしゃるからですね。
花火の音する。そうショールーム調子悪いね今私。ほんまに、うん、2回に1回これなる。今のところつら。なんでですかね、同じところでやってるのに。まあ、電波は一緒です。うん、早いよ覚えんの。どうなんやろ、早いイメージやけどな。なんかできる時とできない時がやばくて、差が脳みその問題が、はい、もうできる時は想像でいけます。うん、もう見て、あもう声な声なってけど、できない時本当にできないです。焦ってるもんな、できる時、はい、めっちゃ焦ってるイメージ。夜公演ネタはするか分からへん、その時のノリです。今日のね髪型ね、美咲と一緒なんです。同期愛。そう、なんか全然同期と出る機会がなくて、うん、なんか公演中目が合ったら、あ同期やと思ってました。久々に評価風の早組やったもんな。あ、ね、ですね、うん、何味の若菜おにぎりです。大好き、塩分取るために。あ、思った、わかった、すごい、すごい、わからへんかと思ってた。いやマジ水分取らなあかんやな、え本当に本当に。あのこんなに汗かいて3リットル飲まなあかんって言われた、トレーナーさんに。そう飲めてない。うわ3リットルむずいよな、2リットルでもしんどいなと思うのに、うんうんうん、3リットルか。こんにちは。パチパチ鳴ってるらしい。どうすればいいんやろう。これ？今日はね甘いの食べます。食べ。クレープ食べたい。いいね。さっきね、うん、マネージャーさんにお願いしました。おいいね。甘いろ甘いろ。あとゆで卵と、うん、マジで勉強するようだってか、健康食しか食べてない変わる食生活、すごい、うん、でも将来にとってはめっちゃ良さそうですね、うん、あと体の調子がいい、めっちゃいいことや、全然違う、うん、ぜひ皆さん今日も朝から納豆ご飯食べました。いいよ食べ、すごい、しゃべりなさい好きな時にしゃべりなさい。いやさくちゃんがいるって聞いて、うわーって、あ、アンジュの本当やー、さくちゃんいる、ありがとう。おっと、直ったもし、うん、あ、でもスタバのね桃はちょっと飲みましたよ、一応美味しかった。見ました21位。さくちゃんありがとう、もういいよギフト投げなくて、優しいいつもね投げてくれるんです、優しい。雑音治ってないよ、なんで、あ塩つけすぎた、これが問題。お化けかも。嬉しい、アンケートありがとうございます。お疲れ様。なんやろマジで、ダンスのねユニット名まだ決まってないんです。マジ、はい、昨日決めようって言ってたんですけど、うん、全然いい名前が出てこなくて、うん、まあ、ダンサブルってあったらな、うん、とらわれちゃうよな、なんか踊ろうやとか、うん、やばい出てこへんって言って、むずそう、確かにユニット名難しい。今日はね、そう舞台稽古たまたまなかった日だったんです。休み今日たまたま、ほんまに明日はあるんですけどなんか
英語だったらハッシュタグつけるの難しいやろなってね、なんかつけやすい名前がいいなって話してるんですけど、なかなか難しい。確かに、うん、いやもう一個あるけど食べるか迷う。うん、ありがとう。こんにちは。頑張ります。台本は一応覚えたんですけど訳が難しい。前と違うん。変わりました。すごいな。言っていいんかな。あ、変わりました。あ、そっかそっか。はい、まあまあまあ、うん、眠くなってきたな。汗かいてさ、うん、なんかホッとしたらさ、そうね、眠くなるけど寝ようかな今。消毒しながら15分間、うん、ファンの人は私のファンの方は優しいから受け入れてくれそう。今回池袋、うん、こんにちは。前より難しい。違う、うん、おやすみ。みんな寝よう一緒に。5人の頭文字。ピロちゃんいるよ。あ、はい、ま、イヤホン。イエスピロね、難しい。 MC の前半さ、甲子園が今日から始まったからさ、学生時代熱く熱中してたこととかさ、熱いこととか聞いたらいけるかな。いい、ね、うん、めっちゃネタバラシするっていう。でもネタバラシしても見れるのは DIY 配信見てくれてる人か、そう、来てくれた人しか分からない。そう、うん、ぜひ皆さん。クリンテッドさんってファンの方に募集したの。あ、でもな、募集するのもいいと思って。私ウィンクを募集して、うん、ウィンクもあれした、ファンの方。すごい、めっちゃうまいこと。そう、めっちゃみんな、うん、めっちゃいいやんってなって、うんうんうん、ありやな、募集するの。え、確かにね、ちょっとめっちゃうまいって。めっちゃうまいもん。ぜひ皆さん一緒に考えてあげてください。わー、本当に考えてほしい。髪の毛じゃ取る回収。遊びに来たい。舞台のチケット詳細まだですね。いつか聞いてるのは聞いてるんですけど、ちょっとまた。甲子園な、水門球大会あったな。待機タイムあったな。開会式見ましたよ私も。なんかやっぱ見たくなっちゃう。はじめまして。大阪は履正社。すごいわ。ピンクな、私もめっちゃ、こんにちは、名前気に入ってました。ね、見てました。劇場公演で可愛い子席あったり。確かに、でもちょっと汗だくすぎるからな。こんにちは、久しぶりのポジションを使い、ありがとう、頑張ったよ。やっぱ久しぶりのポジションして一回練習しなきゃいけないわ。アイソレーションレーションズめっちゃちゃんとしないと。アイソレーションちゃんとしなかんね。なんかアルファベット3文字とかでもいいんじゃん、韓国っぽく。あ、なるほど、確かに、アイみたいな。あーでも確かにやりやすそうですね。そうそう、うん、見た目のアルファベット覚えやすかったらいいと思うけど。よいしょ。でもマジで夏休み遊びに行く人もちゃんと水分取ってください。いや本当にマジで暑い、生きてるだけで暑い、うん、もうクーラーも遠慮なくつけた方がいいと思うけど、まあ、将来の私たちがまた苦しむねんけど今やらな、うん、来てかれへん、うん、取れた。 MC とかグダグダでしたか。あの愛ある空間良かったさ。良かったです。ショールームで髪の毛を外す配信なんて絶対アイドルとしてはしたか。私も外しとかんと。夜何がいいですか皆さん、髪の毛。私も募集して、もうポニーにしようかなっていうのは、あの 80% ぐらいポニーなんですよ今のとこ。暑かったやっぱり下ろすの。うわ、髪型どうしよう。今のとこポニーなんですけど、
まあ、もしポニーを超えるいい感じの涼しい髪の毛があればぜひ羊着るかな、いハーフやったらいけんじゃない？あー本当ですか、うん、ポニーありだと思う。ほんと、髪色黒くし暗くなったな、なんかあーそうなんです、暗くしました、ね、次の役がちょっと暗い方がいいかなと思って。私もでもそろそろ暗くします。髪の毛ちょっと傷んじゃった。暗い方がさ、やっぱ髪の毛の痛みが分からん、うん、あ、私も分かんないですね。びっくりした。暗くして。明るかったら。まとめ？あ、まとめいいかも。楽そう。楽ハーフアップもありやな。迷ってるそれと。あ、ちょっとお楽しみということで。勝負は。そう最初ね、下ろそうか迷ったんですけど、下ろしたら絶対暑いやろなと思って。いや、暑かった。暑かったですか、うわ暑かった、低いな、終わんで私、もう、うん、全然全然全然幕開劇場向かいます、待ってます。それではランキング読みます。まとめの方が楽やな。13位浜野、ありがとう。12位アジビジャーさん、ありがとう。11位エキくん、ありがとう。また喜びのお楽しみということで、ありがとう。9位はサマック、ありがとう。8位ユウ、ありがとう。13位の方カッチさん、ありがとうございます。ありがとう。12位の方ドラゴンさん、ありがとうございます。11位の方アルシーさん、ありがとうございます。4位ダイちゃん、10位の方ミサキさん、ありがとうございます。3位シンドスケ、ありがとう。9位の方ユージロさん、ありがとうございます。1位がディクタスさんでした。ありがとうディクタスさん、あ、舞台楽しみ、ありがとう。ということで夜公演もよろしくお願いします。皆さん絶対熱中症対策して。6位の方フミさん、ありがとうございます。5位の方カマカリさん、ありがとうございます。4位の方ファントムさん、ありがとうございます。